改めて新年明けましておめでとうございます。次に僕が日本に帰国するのは3月の後楽園ホールジャッジメントなんでね、十何試合やって全5時間興行6時間興行になるみたいなんで、先に僕のやりたい相手だけ皆さんに伝えとこうかなと思って今マイクを持ちました。僕がデビューして10年、10年経ちましたけど、僕が入る前から DDT にいて唯一僕がシングルマッチで戦っていないのは一人だけ。今やるしかないでしょう、今年やるしかないでしょう、高木さんしろ。うわあ、そうか、やってない、うん、やってないっすね。あ、そうだ、うん、出てまいりました大社長。先ほど煩悩大社長を結成してノリノリで踊っていた高木三四郎、打って変わって別人のようです。多分今いるお客さん、レッスンリバースを見てる人より高木さんが一番びっくりしてると思いますけど、僕がミクシーで高木さんに DDT でプロレスラーになりたい、そして僕は世界一のプロレスラーになりたい、そう言ってからちょうど15年が経ちました。まだまだ世界一は遠いかもしれないけど、でも少しだけ見えるところまで来てます。世界一に近づくためには僕がプロレスラーになるきっかけをくれた高木三四郎、それも大社長としての高木三四郎じゃない、プロレスラーとしてトップを目指してたあの頃の高木三四郎を僕は勝って世界一のプロレスラーを目指したい。高木さん、やってくれますか。お前のその言葉はすごく嬉しい。でももう俺はあの頃の俺じゃないんだよ。お前とやるには自信がない。笑われてますよ。そこまで落ちぶれましたか。こんな大勢の前で言っといてすごく残念なんですけど、もっと刺激のある対戦相手を探したいと思います。もうどこ、嘘じゃスタロー、久々に炸裂、嘘じゃスタロー。お前何年俺と付き合ってんだ、おらアホか。嘘に決まってるだろ、ボケが。おい、竹下、えいなる言ってな、お前な、ボケたんじゃねえのか、この野郎ら。俺を誰だと思ってんだ、おい。DDT の高木三四郎だ。先ほどもらった通り、大人げなさ、でたらめさ、やりすぎさ、全部でな、元に戻してやる。それだけじゃない、フィジカルも3ヶ月あれば十分だ。完全に元に戻してな、3月てめえの前に立って